パン落ちる？ちょ、マッサージしてもらおうか。おちび、おちびとルプ、ルプって何のことだろう。おちび、おいで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 。かわいい、かわいい。まるって寝て。ということで今回のゲストはたのしんこさんです。お久しぶりです。たのしんこです。よろしくお願いします。お願いします。でかいっすね。はい、相変わらずでかくて出ます。猫ちゃんのまるまるマッサージをしていきたいと思います。かわいいですね。めっちゃありがとうございます。はい、はい、じゃあ、はい、マッサージしていきますね。すごじゃあこれがですね、ここに少し塗っていきますね。でこれがですね、ここが胃ですね。猫でもわかるんですか。はい、ここ胃結構下の方にあるんですね。で胃で、ここが小腸です。でここがちょうど膀胱ですね。胃で、小腸、膀胱、大腸、ここが腎臓です。でこれをですね、ゆっくりですね、時計回りにマッサージしていきます。うん、おでも力が出てきた。うん。まあ、猫ちゃんのね、こうやってマッサージすることによってね、血流がすごく良くなって、ポカポカになっていきますので、こうやってですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ね、動物もできるんですね。はい、動物もできてちょっと猫ちゃんのですね、膀胱初めて触ったので、すいません。はい、あ、大丈夫です。あ、ごめんなさい。動物のマッサージって難しくないですか。そうですね、ちょっと。でも腎臓とかもあるので、ここものほぐすことによって、すごくやっぱね、尿がちょっとバーッと、濃いめのがさらに出ます。最後、ぐーっと一回ここで圧迫します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ごめん、ごめん、ごめんね。ごめんね、ごめんね。びっくりした、ごめんね。ああ、ごめん。ごめんね、ごめんね。ごめんね。あんまりされたことないんで、あれですね。そうですね。初めてなんで。ああ、やっぱ。ですね。ここに、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ぎゅーっと押してます。で、ラスト、3回目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ぎゅーっと下の方に、まあ、要は排泄を促すような感じでマッサージをします。うん、はい、OK でーす。大丈夫ですか？ありがとう。終わりだって。大丈夫ですか？これはこのままで。あ、大丈夫です。すぐ乾きます。はい、ありがとうございます。おちび、おちび、大丈夫。おちび、おちび、おちび。これ、ちょっと立った状態でもできるんですか？あ、できていいですよ。やだな、無理やりやってる感がすごい嫌だ。無理やりやってる。チールだよ。おー。で、これ動物結構無理くないですか？結構難しいですよ。かわいい、チュール食べてる。これ高級なチュールですか？これはそうですね、ちょっと無添加的な、無添加的なって言ったらあれですけど、いやめっちゃおとなしいっすね。うん、やっぱあれですか、さっきこれ暴行してる時に暴れました。そうですね、ちょっと急に刺激が、頭にチュール出てる。そうなんですよ、ずっと気になってて、かわいい、おとなしくなったね。はい
最近ちょっとあのね、あの僕もエコマッサージは久しぶりだったので緊張したんですけど、しっかりとできました。久しぶりにトミコさんとこうやってね、お会いさせていただいて、めちゃくちゃ嬉しかったです。また僕の方でもね、なんか撮りたいので、ぜひ今度来てください。あ、お願いして。お願いしてます。走ってるわ。かわいい。かわいい。